カスタマーサービスの世界は大きく変わりました。在宅勤務に移行するにつれ、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供することはより難しくなっています。複雑な問題に対処する際も上司や同僚のサポートをその場で受けることができません。これでは組織の全体的なパフォーマンス、コンプライアンスの遵守及びサービスレベルに影響を及ぼします。この課題を解決するのが、 バーチャルアシスタント、ニーバです。ニーバは、ルーチンタスクをデスクトップ上で直接自動化、効率化し、コンプライアンスやリアルタイムガイダンスを提供、ネクストベストアクションをします。実際に見てみましょう。アダムは、電力会社のカスタマーサービス担当です。お客様から、スマートメーター導入の問い合わせを受けました。ニーバは、 問い合わせ種別を自動的に判別し、特定の通話トピックに関連したサポートを提供します。こちらは n ー v a のコールアウト画面です。フィールド入力ボックス、アクションボタン、ドロップダウンメニュー、チェックボックス、データへのリンク、スクリプトなど、数々のオプションが用意されているため、エージェントは何をお客様に伝え、どういう作業が必要か把握できます。 情報を入力すると、ニーバが関連する顧客データを CRM アプリケーションからすぐに取得して、必要な情報をまとめてくれます。ニーバがお客様の携帯電話番号と生年月日が漏れていることを発見し、情報を依頼し、データを顧客情報に反映させます。ニーバはスマートメーターの設置要件を確認するための質問事項を提示し、 段階的なガイダンスでサポートします。複数のシステムや画面を行き来する必要がないため、お客様とのやりとりに集中し、共感を示しながら、優れたカスタマーサービスを提供できます。ニーバは、業務プロセスにおけるエラーも防止します。スマートメーターの設置要件を満たさない場合は、プロセスが続行できないようにアダムに警告します。ニーバは、 要件を満たした場合にのみ続きのガイドをします。ニーバはバックエンドのシステムと連携して最終的な登録処理と導入スケジュールの流れを自動処理します。すべてのデータを関連するアプリケーション画面に素早く正確に登録していきます。これまで5分から6分かかっていた反復的でエラー発生率の高い手入力作業をニーバが代わりに対応してくれます。 アダムが電話を切る前に、ニーバはソーラーパネルを追加するアップセルの機械を見つけ、トークスクリプトをアダムに提示、社外のシステムとも連携し、過去の電気料金を参照して、ソーラーパネル導入による削減効果を素早く試算します。アダムは完璧なカスタマーエクスペリエンスを提供できただけでなく、ボーナスをもらう機会も得たのです。ニーバはデスクトップに常駐しているので、 発生したプロセスデスクトップアクティビティと入力データを把握できています。ニーバは自動的にゴールサマリーを作成、アダムに提供します。これにより、アダムは貴重な時間を節約できます。通話の後処理が不要になり、次のお客様対応や別の作業に取り掛かることができます。アダムがメールの概要をクリックすると、ニーバはゴールサマリーを含むテンプレートを自動生成します。 アダムは内容を確認して送信するだけです。ニーバはより良い顧客体験を提供するためにさまざまなサポートをしました。